全世界を襲っている新型コロナウイルス、スポーツ界にも大きな影響を与えています。今年クラブ創設25年目を迎える北海道コンサドーレ札幌、近年 J リーグの舞台で飛躍的な成績を収めてきました。クラブは今シーズンより大きな目標へと向かっていました。当然今シーズンも、まあ、もう一歩先へっていうふうにはまあ思ってはいました。しかし開幕してすぐに長期中断、クラブの経営にも影響が出る事態となりました。当初の予定からの売り上げだけを考えると、まあ、5億とかでは多分済まないと思うんですよね。そんな中、コンサドーレの選手たちは日本のスポーツ界では初となるある行動に出たのです。選手も自分の家族だったりいろんなところと相談しながら出した結論、すごくありがたかったですね。未だ先が見えない中、北海道のプロスポーツクラブとして何ができるのか、野々村義和社長が現在の心境を語ります。新型コロナウイルスの猛威が全国へと広がる前の2月下旬、サッカー J1 リーグは開幕しました。しかし選手たちはすでに不安を抱えていたそうです。開幕戦すらもやらない方がいいと思っていて、まあ、そんな話をまあリーグにも伝えてはいたんだけれども、温度差がある中でなかなか東京大阪も含めて、いやいやそんなやめる人ないでしょみたいな空気だったんですよね、まだ。だけどうちのホームの開幕戦が3月7日だったんで、もうそれに関してはもう絶対に人を入れてやるのはやめる、またはもう試合を延期するということをまあ決めている中で、選手からどうなるんですかっていうのを、それこそ2月22日の開幕戦のロッカールームとかでも聞かれるんですよ。でまあ、僕はきっとこうなるだろうなとは思っていても、リーグが動いていくってことは選手にそんなに不安を与えちゃいけないから、いやいやもう多分大丈夫だよっていうことを選手にはまあ伝える、でも僕が思っていることとはまあ違う、でこの結構ギャップはすごい嫌でしたね。その後 J リーグは公式戦の中断を決定。それはクラブの運営にも影響を与えることになります。最低限絶対にやらなきゃいけないのは、やっぱこのクラブをなくさないことなので、まあ経営の観点から言えば、まあいかにしっかりキャッシュを持っておくかみたいなことにはなると思うんですけど、まあ最低限そこをやった上で少しでも上向くような努力と、まあそれが今すぐには難しいかもしれないですけど、まあ何年後かにもっと良くなる努力を今からしていくっていうことですね。開幕前に立てていた予算を見ても、4月までできなくても多分4億3億はまあマイナスになるんですよね。でまあそれが今現状となっては全然できてなくて、この先もどうなるかわからないっていう状況の中では、当初の予定からの売り上げだけを考えると、まあ5億とかでは多分済まないと思う。例えばですよ、8億円売ろう、まあそれは試合のところですね、チケット収入、まあ、8億円を売る中の4億円が試合をやるための原価みたいな、まあ、イメージだとすると、試合をやったとしても無観客の場合は、まあ、4億円は経費としてはかかりますよね。で売り上げは8億円はそうしたのが、まあ一切入らないとなると、当初は4億円の利益を出そうと思っていた事業の分野が、トータルで考えると12億円のマイナスですみたいな感じにな、まあイメージ的にはそうなるわけですよね。逆にこういうことを経験した方がうまくいく何かを見つけられるかもしれないのでそれが何か分かんないですよ、それが何か分かんないけれども、イメージだけはそんなイメージでいきたいと思ってます。だからまあいずれにしてもそうなる前提で
やっぱりもうここでクラブがなくなっちゃうようなことは絶対に避けなきゃいけないので、なんか起死回生の何かを探していくっていうそういう感じです。ビジネス番組で社長がそんなのんきでいいのかと思うかもしれないですけどまあでももう僕のはその感じでいます。1996年に北海道に誕生したコンサドーレ、成績はもちろん経営においても野々村社長は立て直しを図り成長を遂げてきました。先月の株主総会ではそれを裏付けるある数字が発表されたのです。手を洗おう、手の甲も指の先も、手洗いうがいはこまめに。コンサドーレの進藤亮介からのお願いです。僕も練習後欠かさずやっています。テレビの前の子供たちもレッツ手洗い、レッツ手洗い、手を洗いましょう。北海道初のプロスポーツチーム、サッカー J1 北海道コンサドーレ札幌。先月オンラインで開かれた株主総会では昨年度の売上金額が発表されました。史上最高額となるおよそ36億円、前年度に比べ6億円のプラスとなりました。今年度は40億円を目指していましたが、公式戦中断に伴い大幅なダウンが予想されます。会社を継続させるっていうことを考えると、やっぱりまあいくばくかの借り入れをしっかりとして、まあ、会社を続けていきながら、まあ、現場も、まあ、少し停滞はするかもしれないですけど、さらに上を目指すと、まあ、ただ僕らにはすごくこうクラブのことを一緒に考えてくれるいい選手たちと、その選手たちが出してくれるパフォーマンスがあるので、まあ、これを乗り越えると必ずまたいいものは見せられるなというふうには思っています。このまま公式戦の中断が続いた場合、10月にも運転資金が不足してしまう懸念があることから、クラブは J リーグや金融機関からの借り入れも検討しているといいます。クラブで、まあ、一つ皆さんがよく見てるのはきっと試合で、まあ、勝てるか勝てないかみたいなところだと思うんですけど、まあ、勝つために必要なもので、まあ、リアルに言うと例えば選手にどのぐらいお金使えるかっていう部分はありますけど、それ以上に やっぱり地域の人たちからどのぐらい期待されてるかみたいなところがサッカーの成績にもかなり僕は影響すると思っていて、で、まあ、コロナのこういう状況の中でもし、まあ、今までの取り組みとかそれからまあ現状の取り組みとかで地域の人たちに応援してもらえるような取り組みがもしできたなら、コロナ明けによりよくわからないけれども、その多くの人に応援されている力みたいなものはなんか成績につながってくると思ってます。まあ、だからこそ今何ができるかってことを、まあそれは別にその経済的な観点ではなくても地域の人のためになるようなことを、まあクラブも選手もやることができると何か別の形で何か返ってくることもあるかなとは思ってます。全ては北海道とともに。先月上旬には徹底した感染予防策のもと練習の一般公開を一時的に再開。社会情勢の変化に合わせながら選手、クラブ、サポーターが笑顔を共有できる方法を模索しています。感染対策と経済活動、社会活動をどうやっていくかっていう明確なプランがその示されていない中で、そういうことも一つのクラブとして示していかないと、まあ、世の中が変わらないというか、まあ、まあどっちが正しいはないとは思いますけど、まあ、ある意味いろんな人に考えてもらう
一つのきっかけにはなるかなっていうものはなるべくしっかりと発信したいなとは思っていて、まあそれで痛い目に見ることもあるかもしれないですけど、もう間違ったらもう間違ってましたごめんなさいやり直しますって言えばいいようなタイミングなんで、そういう意識でいろんな取り組みを選手もそうだしクラブもやっていきたいよねっていうことは意思確認できていると思うので、まあまあこうやって言ってても何が正しいのか分かんない中でやってるんで、もう自信があるわけではないんですけど、まあでも生き残っていきたいっていうことだけはもう間違いなく思ってますけど、まあ、これやってれば生き残っていけるんじゃないかとも思ってます。行動変容が起こると実はいらなかったなっていうものも絶対出てくると思うんですよね。で、僕らはそのいらなかったものの中に入らないようにこの先も必要とされるような行動をまあ取っていくんで、まあ、そこに一緒になって楽しみたいなというふうに思ってもらえる人たちもいると思いますから、まあ、一緒にこの局面をどう乗り越えているかということを、まあ、もし一緒にできるとするなら多くの人の行動が変わった世の中になったとしてもこの一つの団体はなんか幸せなものになると思いますので、まあ、やっぱり一緒に何かを乗り越えるっていう機会にしたいなと思います。来週は野々村社長のインタビュー後編。選手やスタッフが今できることをサポーターに発信。そして報酬の一部返納を決断。選手の思いに野々村社長は、まあ、僕もそれなりの年にもなってきてるので子供みたいなもんなので、選手たちがなんか子供がお父さん大変な時に助けてくれる、あり嬉しいなっていう、まあ、そんな感じですけど。選手たちが医療機関へマスク1万枚を寄贈しました。さらに今シーズンで現役を引退したレバンガ北海道の織茂武彦さんが功労賞を受賞しました。北海道コンサドーレ札幌選手会は、新型コロナウイルスの最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆様に向けて1万枚のマスクを寄付することを決めました。いつもありがとうございます。先週の金曜日、全部で8カ所の医療機関に合計1万枚のマスクを寄贈したコンサドーレ。選手会長の新野拓磨選手は、皆さん助け合って頑張っていきましょうと医療従事者へ向けてエールを送りました。土曜日、菅選手がサッカーゲームのイベントに参戦しました。ゲームでも華麗なプレーは見せられたのでしょうか。おととい、J リーグのチームがベルギー一部、インストトロイデンとサッカーゲームオンライン対戦、サッカーゲームでオンライン対戦するイベントが開催され、コンサドーレからは菅選手が出場しました。対戦相手は、新トトロイデンの伊藤選手。両者、自分が所属するチームでの対決です。対戦前意気込みを聞かれた菅選手は、コンサドーレの超攻撃スタイルをゲームの方でも貫いて、注目選手はやっぱ左サイドウィングバックの菅大地選手がいいプレーをしてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。ゲームでも菅選手のナイスプレーで得点なるのでしょうか。4番の選手いかつすぎない？ちょっといかつすぎる選手いない？誰やねん。いじりが菅もいけ。よしよし、菅の攻撃の意識すごいね。ゲームが動いたのは前半アディショナルタイム。菅選手が操作するコンサドーレ荒野選手がゴールを決めます。その後同点とされるも後半26分。やっぱ武蔵くんない。このゴールが決勝点。コンサドーレ菅選手が見事勝利です。まあ、左サイドはちょっと問題ありましたけど、それ以外の選手はみんな戦ってたんで、それが勝利につながったんだと思います。
なんか今ねよしイケイケ菅っていう風に菅選手がやってましたけど、あのちょっと自分が操作している菅選手に、はい、菅選手が文句結構言いながらプレーもしていたようにね、動いてちゃんとやってよみたいなこともねあったということなんですが、ね、でも今度はこうコンサドーレの選手の皆さん同士で一緒にねやってみるっていうのも楽しいんじゃないでしょうか。ぜひ期待したいと思います。以上スポーツでした。いいものは見せられるなというふうには思っています。このまま公式戦の中断が続いた場合、10月にも運転資金が不足してしまう懸念があることから、クラブは J リーグや金融機関からの借り入れも検討しているといいます。クラブで、まあ、一つ皆さんがあのよく見ているのはきっと試合で、まあ、勝てるか勝てないかみたいなところだと思うんですけど、まあ、勝つために必要なもので、まあ、リアルに言うと例えば選手にどのぐらいお金使えるかっていう部分はありますけど、それ以上にやっぱり地域の人たちからどのぐらい期待されてるかみたいなところがサッカーの成績にもかなり僕は影響すると思っていて、で、まあ、コロナのこういう状況の中でもし、まあ、今までの取り組みとかそれからまあ現状の取り組みとかで地域の人たちに応援してもらえるような取り組みがもしできたなら、コロナ明けによりよくわからないけれどもその多くの人に応援されている力みたいなものはなんか成績につながってくると思ってます。まあ、だからこそ今何ができるかってことを、まあそれは別にその経済的な観点ではなくても地域の人のためになるようなことを、まあクラブも選手もやることができると何か別の形で何か返ってくることもあるかなとは思ってます。全ては北海道とともに。先月上旬には徹底した感染予防策のもと練習の一般公開を一時的に再開。社会情勢の変化に合わせながら選手、クラブ、サポーターが笑顔を共有できる方法を模索しています。感染対策と経済活動、社会活動をどうやっていくかっていう明確なプランがその示されていない中で、そういうことも一つのクラブとして示していかないと、まあ、世の中が変わらないというか、まあ、まあどっちが正しいはないとは思いますけど、まあ、ある意味いろんな人に考えてもらう一つのきっかけにはなるかなというものはなるべくしっかりと発信したいなとは思っていて、まあそれで痛い目に見ることもあるかもしれないですけど、もう間違ったらもう間違ってました、ごめんなさい、やり直しますって言えばいいようなタイミングなんて、そういう意識でいろんな取り組みを選手もそうだしクラブもやっていきたいよね。このことを一緒に考えてくれるいい選手たちとその選手たちが出してくれるパフォーマンスがあるので、まあ、これを乗り越えると必ずまたいいものは見せられるなというふうには思っています。このまま公式戦の中断が続いた場合、10月にも運転資金が不足してしまう懸念があることから、クラブは J リーグや金融機関からの借り入れも検討しているといいます。クラブで、まあ、一つ皆さんがあのよく見ているのはきっと試合で、まあ、勝てるか勝てないかみたいなところだと思うんですけど、まあ、勝つために必要なもので、まあ、リアルに言うと例えば選手にどのぐらいお金使えるかっていう部分はありますけど、それ以上にやっぱり地域の人たちからどのぐらい期待されてるかみたいなところがサッカーの成績にもかなり僕は影響すると思っていて、で、まあ、コロナのこういう状況の中でもし、まあ、今までの取り組みとかそれからまあ現状の取り組みとかで地域の人たちに応援してもらえるような取り組みがもしできたなら、コロナ明けによりよくわからないけれどもその多くの人に応援されている力みたいなものはなんか成績につながってくると思ってます。まあ、だからこそ今何ができるかってことを、まあそれは別にその経済的な観点ではなくても
地域の人のためになるようなことを、まあ、クラブも選手もやることができると何か別の形で何か返ってくることもあるかなとは思ってます。全ては北海道とともに。先月上旬には徹底した感染予防策のもと練習の一般公開を一時的に再開。社会情勢の変化に合わせながら選手、クラブ、サポーターが笑顔を共有できる方法を模索しています。感染対策と経済活動、社会活動をどうやっていくかっていう明確なプランがその示されていない中で、そういうことも一つのクラブとして示していかないと、まあ、世の中が変わらないというか、まあ、どっちが正しいはないとは思いますけど、まあ、ある意味いろんな人に考えてもらう一つのきっかけにはなるかなっていうものはなるべくしっかりと発信したいなとは思っていて、まあ、それで痛い目に見ることもあるかもしれないですけど、もう間違ったらもう間違ってました、ごめんなさい、やり直しますって言えばいいような、あの意思確認できていると思うので、まあまあこうやって言ってても何が正しいのか分かんない中でやってるんで、もう自信があるわけではないんですけど、まあでもあの生き残っていきたいっていうことだけはもう間違いなく思ってますけど、まあこれやってれば生き残っていけるんじゃないかとも思ってます。行動変容が起こると実はいらなかったなっていうものも絶対出てくると思うんですよね。で、僕らはそのいらなかったものの中に入らないように、この先もあの必要とされるような行動をまあ取っていくんで、まあそこに一緒になって楽しみたいなというふうに思ってもらえる人たちもいると思いますから、まあ、一緒にこの局面をどう乗り越えているかっていうことを、まあ、もし一緒にできるとするなら、多くの人の行動が変わった世の中になったとしても、この一つの団体はなんか幸せなものになると思いますので、まあ、やっぱり一緒に何かを乗り越えるっていう機会にしたいなと思います。来週は野々村社長のインタビュー後編。選手やスタッフが今できることをサポーターに発信。そして報酬の一部返納を決断。選手の思いに野々村社長は、まあ、僕もそれなりの年にもなってきてるんで、子供みたいなもんなので、あの選手たちがなんか子供がお父さん大変な時に助けてくれる、あり嬉しいなっていう、まあ、そんな感じですけど。選手たちが医療機関へマスク1万枚を寄付、寄贈しました。さらに今シーズンで現役を引退したレバンガ北海道の織茂武彦さんが功労賞を受賞しました。北海道コンサドーレ札幌選手会は、新型コロナウイルスの最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆様に向けて1万枚のマスクを寄付することを決めました。いつもありがとうございます。先週の金曜日、全部で8カ所の医療機関に合計1万枚のマスクを寄贈したコンサドーレ。選手会長の新野拓磨選手は、皆さん助け合って頑張っていきましょうと医療従事者へ向けてエールを送りました。土曜日、菅選手がサッカーゲームのイベントに参戦しました。ゲームでも華麗なプレーは見せられたのでしょうか。おととい J リーグのチームがベルギー一部インストトロイデンとサッカーゲームオンライン対戦、サッカーゲームでオンライン対戦するイベントが開催され、コンサドーレからは来ると思うんですよね。で、僕らはそのいらなかったものの中に入らないように、この先もあの必要とされるような行動をまあ取っていくんで、まあ、そこに一緒になって楽しみたいなというふうに思ってもらえる人たちもいると思いますから、まあ、一緒にこの局面をどう乗り越えているかっていうことを、まあ、もし一緒にできるとするなら、多くの人の行動が変わった世の中になったとしても、
この一つの団体はなんか幸せなものになると思いますんで、やっぱり一緒に何かを乗り越えるっていう機会にしたいなと思います。来週は野々村社長のインタビュー後編。選手やスタッフが今できることをサポーターに発信。そして報酬の一部返納を決断。選手の思いに野々村社長は、僕もそれなりの年にもなってきてるんで、子供みたいなもんなので、あの選手たちがなんか子供がお父さん大変な時に助けてくれる、あり嬉しいなって、そんな感じですけど。選手たちが医療機関へマスク1万枚を寄贈しました。さらに今シーズンで現役を引退したレバンガ北海道の織茂武彦さんが功労賞を受賞しました。北海道コンサドーレ札幌選手会は、新型コロナウイルスの最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆様に向けて1万枚のマスクを寄付することを決めました。いつもありがとうございます。先週の金曜日、全部で8カ所の医療機関に合計1万枚のマスクを寄贈したコンサドーレ。選手会長の新野拓磨選手は、皆さん助け合って頑張っていきましょうと医療従事者へ向けてエールを送りました。土曜日、菅選手がサッカーゲームのイベントに参戦しました。ゲームでも華麗なプレーは見せられたのでしょうか。おととい J リーグのチームがベルギー一部インストトロイデンとサッカーゲームオンライン対戦、サッカーゲームでオンライン対戦するイベントが開催され、コンサドーレからは菅選手が出場しました。対戦相手は新トトロイデンの伊藤選手。両者自分が所属するチームでの対決です。対戦前、意気込みを聞かれた菅選手は、コンサドーレの超攻撃スタイルをゲームの方でも貫いて、注目選手はやっぱ左サイドウィングバックの菅大地選手がいいプレーをしてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。